はい、今お茶をね、粉末にしたものを輸出されているということで、はい、やめ茶の話っていうのをね、はい、ちょっと聞いたんですが、はい、やめっていう土地っていうのは何県にあるんですか？福岡県です。福岡県にあるんです。はい、やめ市。やめ市で、やめ茶といえば有名なブランド茶なんですよね。やめっていうのは八つの女って書きますよね。そうです。はい、やめ茶ですね。玉露の日本一生産量が多いと言われております。なるほど。まあ、実際には宇治茶が玉露では日本一と言われてますけども、やめから直接玉露へ出る場合と、宇治に玉露として売られて宇治茶として出る場合とあるというふうに私は聞いております。まあ、じゃあ生産量は日本一と言ってもおそらく過言ではないだと思います。そうですね。そのやめにどういう、まあ、ご縁はいつ頃から？このやめ茶の方はちょっとある農業資材、これは海藻を、粘着性が強い海藻にて粘着性が強いんです。はい、これが肥料になるし、なるほど、それをかけることによって、葉面散布することによって小さな虫とか何かが、その嫌がって逃げたり、木のとか木を塞ぐと死んじゃったりするんで、木肥材ですね。木肥材、防除剤として使っているんですね。その生産者の方が紹介してくださった方だったんです。ああ、なるほどね。でも十数年、何年ぐらい？もう10年以上、12、3年になりますね。お付き合い、長いですね。その方はやっぱり安全なお茶を作ろうとしていらっしゃるんですが、なかなか難しい。まあ、無農薬でお茶を作ってる人も、まあ、いるにはいますよね。でもやっぱりかなり難しい。そうですね。私は実はジャス有機の認定を持っている会社の方ともお付き合いしておりまして、この方は全国作業品評会で一等一席で農林水産大臣賞を、今から1966年7年8年と3年連続取った方なんです。すごいですね。その方のお茶を私は今アメリカに分散して出荷しているわけですけども、無農薬で作るっていうのはできなくはない、でもやっぱり、その日本一に取った方が本を出された、その本を読んで私はその方のところへお邪魔して、お茶を勉強したというか、という経験があるんですけれども、この人の本に有機栽培、有機って普通の当然オーガニックというのは有機、有機栽培は有機栽培だ、いわゆる有機がいるという有機という、ね、有機がいる栽培であると、有機産業は有機栽培は有機栽培、有機の栽培であるという、それだけだから。リスクが大きいと、ね、リスクが大きい、いわゆるもう覚悟がないとできないということを言ってるわけですね。でもそれは自然体験ができるとそんなに難しくないとその方はおっしゃってます。でもそこまで作る、我慢して環境を作るというのは、土壌とかね、それなりの技術もおりますできますし、なかなか簡単ではないようです。でこのやめの方はその今さっき言いました海藻エキス、海藻を踏ませ、踏ませなくて、溶かしたものを使って葉面散布しているわけですけども、それを使うことによって防除を、まあ、比較的できるんですが、ただアメリカ白人のこととか幼虫とか、それから、私は農業あんまりあれじゃ、葉巻と言いましたね。あれの幼虫、虫ですね、虫が出てくると防除をやっても追いつかないというようなことを言って、農薬を使うこともあったようです。やっぱりね、で、はい、私はできるだけ農薬で作ってくれと言って、今年はどうだ今年はどうだって言って、まあだいぶ農薬で作ってもらってるのは多いますけど、そうなってくると畑全部じゃなくてある一部しかできなくなってきちゃうんですね。なるほどね。無農薬だとね、それでまあ、
その方のずっとあれしていて、何しろ無農薬に使えるような資材を私なりに調べて、連絡したりして、ご提供してね、なるほど、かなり努力はしていらっしゃいました。なるほどなるほど。その十数年のお付き合いなるやめ茶の生産者、はい、お名前は出してもいいんですか？あの原口さん、原口康弘さん、康弘さんっていうね、康弘さんですね、はい、その方おいくつぐらいなんですか？年齢は私お聞きしてませんけれども、大体今で50代になられていると思います。非常に若く見えますけどもね。うん、でも50代なんですまだね、多分。で、まあその方にアート展をご紹介されたんですか？あの去年したんで、こういう話もあるよっていう話は去年させていただいたんですが、はいはい、今年3月に、うん、このアート展の高橋先生が九州に行かれて、はい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 、私もぜひお供したいんです。なるほど。こういう農家さんもいるんで、この農家さんにぜひアート展進めてみたいんだと。なるほどなるほど。で、私はアート展の話はしておりますので、はい、あの先生見ていただければぜひ本人もさせていただきたいということになるんじゃないかと思いますと、はい、いうことを申し上げて一緒に行っていただいて、それで、先生の方から、はい、ぜひアート展進めて、うん、やってもらいたいというか、いいですよっていう話をいただきまして。いつ頃設置されたんですか？それは訪問したのは3月で、はい、その後にその設置する設備を東京に帰って送って、その設備はご本人が畑にしたんですけども、はい、それは4月1日だそうです。ちょうど4月1日にね、はい、かなりお茶は5月、はい、が一番茶に。なるほどね。4月末から5月ですね。なので、なるほど、1ヶ月ちょっとぐらいしかなかったんですけども、していただきました。その時にお茶だけじゃなくて、うん、この方は農閑期の時に原木椎茸をやっていらっしゃるんですね。はい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 。でその原木椎茸も一緒にやっていただけますかということで、原木椎茸とお茶とは種類が違うので、そうですね、情報がね、その中のやり方がちょっと違いますので、はい、そこはそこでまたやっていただいて、はい、両方やっていただきました。お茶の方は全部で1丁1単、いや1丁2単ぐらいですかね、うん、その中に原木椎茸の部分が一番あるんですけども、それで一応一旦のうち一旦二部、一旦二世が、実は奥豊という九州でしかという、うん、九州だと非常にあの栽培がうまくいくという、うん、九州特有のお茶なんだそうですけど、奥豊じゃなくて何とか豊かっていう何種類かあるんですけども、その奥豊か、それを私、うん、あのいつもいただいてますので、うんうんうん、その奥豊かのところも中心も一丁やって全部やりましたけども、そこも中心になってみていただいて、そこが中心になるような形でやっていただいたんですけども、あの4月1日に設置して、今年は5月3日に収穫ができたんです。今年設置したんですよ。まだね、そんな経ってませんよね。1ヶ月と設置してからね、もう34、5日ぐらい、1ヶ月ちょっとですよ。はい、はい、で収穫になった。変化がありましたか？あの変化ということで言いますと、はい、去年は、5月、この奥豊かというのは奥手の方なんで、生産あの、比較的再、収穫が遅いんですね、普通はのお茶あのはヤブキタが多いんです。ヤブキタというのは、はい、あの非常に病気にも強いし味もまあまあというんでやっているんですけど、うんうん、奥豊かはそれよりも味がいいと言われて、うん、他のお茶のブレンドをするのに使っているお茶なんですけども、奥豊かだけをあの私はいただいて、奥豊かだけをあのまあ海外にもちょっと出してますけど、ほとんど日本の中で知っている方に紹介して納入させていただいたりしてるんですね、うん、はい、で去年奥豊かについては
5月27日の収穫だった、はい、それが今年は5月3日ということで早い20日間以上20正確には23日早い、あ、24日早いって言ってですね。まあこれは天候の状態いろんな問題がありますから、はい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 、単純に日にち計算でいいかどうかなんですが、うんうんうん、問題かえって効果としては1ヶ月早かったよりももっと普通でいけばもっと遅くなったんじゃないかというような環境だったんです。天候だったんですね。悪天候だったんですね。悪天候っていうのは実はお茶の一番茶の時に一番怖がるのは霜なんですね、うん、遅霜っていう、はい、そのためにまああの、いろいろな設備をまたつけて、霜がないそうな時に、うん、扇風機を上の方から送って下の空気を上に上げると、るそしてその霜を軽減するというような設備が大体あるわけですね。だけにはあるんです、うん、もちろんあるんですけども、うんうんうん、まあ、それはそういうようなことに神経使ってる、農家さんが神経使ってるということの表れなんですが、去年は霜が全然なかったんです。それで5月27日だったんですね。今年は遅霜が4月の14日だったか17日だったかにあったんです、うん、遅霜っていうのは新芽ですから、ちょっとした霜であってもみんな黒くなって、なるほど、それが収穫できないんですね。うそうするとその脇から脇芽が出て、それが収穫するんです。なるほど。もう新芽がなくなって後から出てくる芽ですから、なるほど、普通だったら去年の感覚で、去年お寿司もあったら普通でも27日だから、まだそれだったら収穫できなくてもっと6月になったかもしれませんね。ところが今年はお寿司もにはあったにもかかわらず、去年よりも早く5月3日に収穫できてるんですね。で、ね、本人がおっしゃったのは、そのお寿司もに新芽が枯れた後のその他から出たものがものすごい勢いで多く出て、それがどんどん伸びて早くできたんだっておっしゃってました。だからこれはまあ天候と言っても実際にお寿司もにあったという事実はあります。その後の天候が良かったからカバーできたということもあるのかもしれませんけども、単純にそれだけではないなというふうに思いましたし、他の話からお聞きするとアート天農法の場合には根の張りが良くなって育ちが早くなって収穫が早くなるっていうことをお聞きしてます。ですから今年に限ってみて偶然というよりも、そういうあれがあった結果じゃないかというふうに思います。もちろん今年1年だけじゃなくて来年がもっと良くなる、同じような良い状況になるかもっと良くなるかっていうことになって、なるほど納得するかもしれませんけれども、まあ今年起きた事実は農家さんはやっぱり天候とお付き合いしてますから、そういう中で起きた事実をやっぱりそれなりに見ておられます。そうすると普通の年だったら今年の方が去年より気候が暖かったんじゃないか、だから早かったんじゃないかと言いますけども、今年もあって枯れちゃったっていうのが分かって、それから十何日間、まあ、すぐ芽が出れば二芽で取りますからね、新芽は二芽か四つの芽ぐらいの二葉で取ってる最初のものですから、それが上積みかという感じ、ね、だと思いますね。やっぱりそれって本気でね取り組んでる方ほどよくわかりますよね、違いが ね、やっぱり子供を育てるように大事に育てていらっしゃるわけですよ。やっぱりね、そうですか、ありがとうございます。